岡県静岡市青井区の新静岡駅と同市清水区の新清水駅を結ぶ静岡鉄道の鉄道路線である。静岡鉄道の原油唯一の路線であり、単に製鉄電車とも称される。全列車2両編成ワンマン運転で各駅に停車する普通列車となっている。平日は朝ラッシュ時間帯に最大1時間11本。 土曜休日の終日と平日の昼間は8分間隔の高頻度運転を行っており、昼間の普通列車は新静岡から新清水間を21分で結んでいる。ワンマン運転は終日行われている。新静岡から新清水間の全線通し、運転が基本であるが、 長沼駅の北側に隣接して車庫があるため、朝夕ラッシュ時の前後には出入庫運用として、ゆずき発新静岡行き、新静岡発湯月行き、新清水発長沼行き、長沼発新清水行きの区間列車が数本設定されている。かつては、以下のような速達種別も運行されていたが、新型コロナウイルス感染症流行の影響による利用者減のため、 2020年4月13日から運休となり、2021年10月10日のダイヤ改正で正式に時刻表から削除された。現在は全駅に自動券売機、IC カードチャージ機、自動改札機が設置されている。乗車カードは自社のルルカ、ピタパ、およびピタパと相互利用可能な IC カード、次期プリペイドカード、パサールカードが利用できる。 なお、ルルカ以外の IC カードについては、入江岡駅以外の対応自動券売機にて、チャージができる。道路線の踏切は、遮断機の遮断管を視認性向上のために、従来の黄色、黒の縞模様からより目につきやすい赤、白のものに蓄次交換している。新静岡駅付近等での試験的な使用を経て、2009年現在は、 主要箇所で遮断管の交換が完了した。1960年代までは、長沼駅に隣接する自社の長沼工場で、製造した電車が在籍していたほか、他社からの譲渡車もあったが、1973年から1985年に、かけて申請された線型にすべて置き換えられた。他に、車庫の奥に1926年に製造された。 電動化車では1系校内の一角に、無害車と1、と2が保存されている。と1、と2の一端及び、では1には、現在各地の鉄道関連の博物館の保存車両、等でしか見ることのできない、バッファーリンク式連結機が装備されている。2016年春から、a 3 0 0 0系の導入が始まった。2022年度までに12編成の車両を、 A3000 型に置き換える計画となっている。運行形態の不死で述べた通り、全列車が2両編成で、ラッシュ時や多客機でも増結は、一切行われない。A3000 1 0 0 0系の置き換え用に製造された、車両で、2016年3月24日から、営業運転を開始した。製造は、総合車両製作所横浜事業所が担当している。 2021年3月6日時点で10編成が運用中である。さらに、2021年度に1編成、2022年度に1編成を導入する計画である。2017年5月24日、鉄道友の会が選定する2017年第57回、ローレル賞を受賞した。線形静岡清水線の在来車両を機械用に、 製造された車両である。東急車両製造にて2両編成12本が製造された。2021年3月7日時点で3編成が運用中である。2016年から A3000 型への置き換えが進められている。2016年3月24日の a 3 0 0 0の営業運転開始に先立ち、1000型として初めて、 雲8004区8504編成が同年3月11日に営業運転を終了した。2021年3月6日までに1004編成、1002編成、1003編成、1005編成、1007編成、1001編成、1006編成、1009編成、1010編成の順で、K9 編成が引退している。 春園電機時代の電車電化開業時に用意した木製短車14両の記録は不完全である。1から3、不随客車夫1から3は玉川電気鉄道より番号不明5両が美ノ電気軌道より、そして前歴不明の11から13。これらは早期に処分されている。美ノ電の5両は1921年及び1923年に廃車。 多摩電6両は1925年に1から3、1926年に、不1から3が、秋葉線へ、転属、1929年に11.12が、散水車となり13が、廃車となる。なお1926年に入線した池上電気、鉄道併合電車は、静岡電気鉄道より、譲渡されているが旧番号不明である。 1921年に入選した木製ボギー車22-24は1923年に池上電気鉄道へ売却され、お都合電車となった。静岡電気鉄道時代の電車静岡鉄道、成立以後終戦間近の1945年6月20日と7月6日の空襲により、主力の200.220300系の重量のうち7両が被災した。 これらは1946年から1948年までに復旧されたが、輸送整備のため1946年東急より、もは1.27から9を購入。さらに出波3251.3252が入線し、続いて、大見鉄道、国鉄より車両を調達した。戦時中に、高城庁車庫が手狭になり、湿地帯で稲作に向かず、 ハスとなっていた静岡市東部の長沼地区を苦労しながら埋め立てて車両基地を建設した。陸軍射撃場の資材を手に入れて、大砲格の庫を車庫に転用するなど整備を進めた。そして、戦災車両の復旧や転入車両の改造を手掛け、1957年の静岡国体開催にあたり、3両の車両の申請を始めるまでになった。 やがて急増する旅客輸送のため、従来型の2両編成の定員220人を300人程度までにすることを目的に大型の100型が投入され、続いて 300KA、350型と製鉄系電車が生産されることになる。しかし、大型車の導入によりラッシュ時には変電所がパンクすることも多かったため、後に変電所の設備が増強された。 自社製の車両は、1986年に、福井鉄道へ譲渡された300型を最後に、銅線から姿を消した。貨車電化時に用意された車両は、電動無害貨車、無害貨車1924年に、電動有害貨車、有害貨車は1から3、5.6が増備され、1926年に、電動有害貨車が増備される。1927年に、 で3.5が、秋葉線に転出、代わりにと12.13、和布7から9.2。1930年に、無害貨車が製作される。しかし不況と自動車の進出により、貨物量が激減し、1937年に、で6、和5、と1.25.79から11が、廃車となり1941年には、貨物は廃止された。 以後の車両の動きは不明。1997年までは、車席のない入れ替え用機械として、旧鶴見臨港鉄道の生き残りである雲葉18、K20 が使用されていたが、同年東急から補選用の無害者と共に導入した、モーターカーに役目を譲った形で長期にわたって、留置され、その後老朽化が著しく進行していたため2007年3月に、 解体された。解体前にはさよなら撮影会が開催されている。静岡清水線の近年の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。 静岡清水線の近年の収入実績を下表に、記す。表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。大日本軌道静岡支社時代現在の、 入江岡駅付近に存在した入江町駅あたり、路線で、駅間距離が最も長い狐ヶ崎駅桜橋駅間の大坪、追分地区については、船越、岡、入江の各地区自治会から、地域住民9500名の署名を添えて、新駅設置の陳情書が、静岡市議会に提出された。静岡市議会で2014年2月の市議会で、 採択され、新駅設置に向けて、検討を開始することとなった。事業費は、約5億1400万円と見込まれている。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。この2019年10月1日の運賃改定は、営業損失が続いていることによる、消費税率改定によらない、標準改定で、 最低運賃は120円から140円に、最高運賃は300円から330円に、値上げされた。チビマルコちゃんアニメでもごく稀に、静岡清水線が登場するものの、作者の桜桃子が、小学3年生時代の時代設定であり、登場する車両は、旧型車両が、多く、すでに1000型が、営業運転を開始している時期ではあるが、 作中には一度も登場していない。B、バップハイスクール、電車車内での乱闘シーンや沿線風景が登場する。ユ子さんの足音、電車車内や新静岡駅が登場する。春地下春太と地下は、青春する列車を待つ描写で新清水駅が登場する。ありがとうございます。